皆さんこんにちは、フローマスクです。今回もですね、オープンレック TV の方でダークソウル2実況動画第8弾ですね、こちらをアップしました。で、今回は前回の最後に戦った惨敗したいですね、3体のボスと戦っていきます。本編の方ですね、少しだけこちらをご覧ください。一人ずつやりたい。やばいやばいやばい、落ちた。もう一人来るぞ。でも意外とこういう戦い方でいけるか。2対1だったらまだいけんな。で、今回はですね、また以前やったアンケートですね、視聴者アンケートでまた行き先を決めたいと思います。今回は選択肢2つですね、今ですね、忘却の牢と、あとはですね、聖人の墓所かな、そちらの方同時にこうやっていってる形なんですが、どちらを先に進めるかですね。まあどちらも途中なのかな、多分途中で、探索が止まってるので、どちらか優先的にやっていこうと思うので、それを投票してもらえればと思います。で、投票の仕方がちょっと前回分かりにくかったので説明すると、今こちらですね、 YouTube の画面開いてるんですが、ちょっと PC 版とスマホ版もしかしたら違うかもしれないんですが、もう今アンケートのやつを出していて、この右上ですね、このびっくりマーク、こちらを押してください。こちらを押すと、このように前回だと3択ですね、行き先を決めてくださいというのが出てくるので、これの中で、行ってほしいところですね。今回は2択になるんですが、これをつけます。はい、でつけるとこういう風な形で投票されますね。で、1人1回で違うとこやると投票が移る形ですね。1アカウント1回だけ投票できる形です。はい、ということで皆さんぜひアンケートの方投票してもらえればと思います。ということで、以上アフロマスクでした。